鏡の国のアリスは、広瀬忠史による日本の SF 小説作品。1973年の第4回星雲賞日本長編部門の受賞作品である。1972年6月に、川出処房新社より書き下ろしで発刊された。その後、集英社文庫の広瀬忠史小説全集の4巻、鏡の国のアリスとして発売されている。英社文庫版には、 短編、ホボスとディモス、ユーランバスは何を見たお姉さんはあそこにが、波録されている。美容整形外科医のである、私のもとに、木崎光一という青年が訪れる。自身の体を、女性の体にできないかと相談しに来たのだ。木崎はその理由を語った。木崎は、この世界とは、左右が逆転した世界からやってきたというのだ。ある日、 男湯と女湯とで左右対称な作りをした銭湯でのんびり湯に浸ってくつろいでいた木崎は気がつくと女湯にいた。そこは左右が逆になっていた世界だった。住んでいたはずのアパートは存在せず友人たちに連絡しても木崎を知らなかった。警察も木崎の対応に困り科学評論家で左利きの会を運営する朝日奈六郎が身元引き受け人となった。 朝比奈は、木崎の話を聞きながら、鏡の仕組み、物質の対称性と非対称性、半物質の話、メビウスの輪やクラインの管などの解説を行う。木崎の肉体を調べてみると、心らや内臓も通常の人とは左右逆になっていた。元の世界に戻るには、あの戦闘の女湯に入ってみるしか手はないのではないか。そう思い詰めて、木崎は、 美容整形の門を叩いたのだった。私は、木崎に好意を持つ女性を紹介し、元の世界へ戻るという思いを断ち切る。この世界も、そう悪くないものだろう。と、ありがとうございます。